どうも、どんちゃんです。今日はですね、AirMax95OG、ネオン、通称イエローグラデが、なんと当選しました。はい、僕はですね、アトモスと、グレートで事前抽選を行ってたんですけども、見事、アトモスの方で、当選して、届きましたので、今日はこれを紹介していきたいと思います。はい、AirMax95 といえば、1995年に発売されて、AirMax 狩りなんていうね、社会現象にもなりました。このイエローグラデモデルは、今回の2020年で7回目の復刻になります。それでも、やはり、瞬殺で売り切れてしまうぐらい人気の商品になっています。今日はイエローグラデをね、お見せする前に、僕のね、AirMax コレクションをね、少しだけ紹介したいと思います。まずはこちら、AirMax95 のハバネロレッドというモデルになります。はい。まあ、こんな感じでね、すごい鮮やかな赤で、めっちゃ目立ちます。なんかこれをね、履いて街を歩いてると、なんかみんながね、僕の足元を見てるような気がする。です。はい、続いてはこちら AirMax95 プレミアム QS のゴールドになります。こちらもね結構派手ですよね。まあゴールドなんでやっぱりこれも結構目立つ、一品になっています。はい、結構な、ラグジュアリーストリートの服を着るときとかには結構いい感じですね。はい、そしてこちらですね、AirMax95 の、ブラックインペリアルブルーというモデルになります。一見ね、真っ黒に見えるんですけども、まあこのタンのところとかね、あとこのエアーの部分とか、あとこの数種の部分が、ブルーになっていて、めっちゃかっこいいですよね。まあこちら黒系なんでね、比較的何にでも合わせやすいので、結構重宝しています。はい、お待たせいたしました。それではこちらをね、開封していきたいと思います。こんな感じです。箱がこんな感じ、エアマックスって書いてありますね。はい。まあこれはなんかあれですね、95年に発売された時のエアマックスの箱と同じデザインらしいですね。まあ他のエアマックスは、まあこういう普通のナイキの箱なので、箱が、まあ、こういうエアマックスのデザインになってるっていうのも、何気に嬉しいですよね。はい、それでは中身をね、見ていきたいと思います。はい、こんな感じです。わ、やっぱめっちゃかっこいいですね。やっぱこれがすごく人気があるのがわかる気がします。まあ、さっきお見せしたエアマックスもすごいかっこいいんですけども、やっぱりこのイエローグラデのかっこよさは圧倒的かもしれないですね。はい、それでは実際にこちら試着をしていきたいと思います。はい、履いてみました。まあジーパンに T シャツっていうね、すごいシンプルなスタイルには、めっちゃ合いますね。はい、次はこんな感じ。こちらのね、イエローグラデなんですけども、正式な色の名前としてはネオンというんですよね。で、たまたま僕が買った、この間買った、フリース、こちらもネオンというカラーだったので、ネオンで合わせてみました。
というわけで今回は、AirMax95OG ネオンの2020年復刻版、イエローグラデの紹介でした。それじゃあまたねー。